届きましたよ、これ。ゲーミングデスクですね。で、今、この家電気がまだついてないんですよ。だから、開封するか迷ってるんです。今日引っ越ししてきたんですけど、今電気とガスがちょっと通ってない状態なんですよ。今からこいつを耐久戦します。電気が来るまでに、このデスクを開封せずに我慢することができるのか、それともこの電気が暗い状態でこの開封をしてしまうのか、もし開封をしてしまった場合は電気が通ってない。つまり充電もできないんですよ。僕 iPhone で撮ってるんですよね。だから充電ができないというよりは、この開封して組み立てるところは全てカットになります。もし次の10秒後その瞬間にデスクが出来上がってたら、僕は我慢できなかったということになります。もし組み立てシーンが入ってたら、僕はちゃんと2日3日我慢できたということになるんで、今から我慢大会お願いします。どう、以上です。ということで、我慢できなかったっすね。あの動画撮った3秒後ぐらいに開封しました。もともと開封すぐするつもりやったんで、机届いてから1週間ぐらいもう経ったんですけど、結構使い勝手いいっすね。実際こういう感じのデカさになるんですけど、あ、靴下がはい、ということで仕切り直して、まあ、こんな感じの状態になっていて、机の上の素材がこういう感じになってるんですけど、触り心地がめちゃくちゃいいです。結構いいっすよね、これ。広さがこんだけあると。パソコンがここにあって、まだこんだけ余ってるんで、書籍とかね、いろいろ置いたりとか。今はちょっと物が机しかないんで、収納がないんで、ちょっとぐちゃぐちゃになってるんですけど、デスクトップとかそういうの置いたりするときにめちゃくちゃ使いやすいんじゃないかなって思うしね。ただ、ちょっと揺れるんでこれ。それだけちょっとダメですね。で、ここ。ちょっと穴が開いてるんですよ、ここ。ここからコードを出してきたりとか、本来の使い方は、ここにコードを置くところがあるんですよ。そこに置いてやると、結構いい感じに使えるみたいです。でも僕は、コンセントとか取って持って行ったりするんで、だから、あえて上に置いてます。で、この穴があるんですけど、この穴の下に僕、ゴミ箱置いてるんですよね。で、ここからゴミ入れたら、自動的にこの中に入るようになってるんですよ。これがすごい便利かなって思いますね。他ちょっと気になるところを言うと、この青い部分ですね。これがちょっと邪魔かなっていう。あんまりかっこよくないし、ちょっとデコボコしてるんですけど、まあ、ここまで広いんで、邪魔にはならないかなって感じです。これもまあ謎のアクセサリーなんですけど、あってもなくてもいいかなっていうところですね。という感じでめちゃくちゃ使いやすいです。値段がだいたいこのデカさで2万4000円ぐらいです。もっと実際にされてみたら1万8000円ぐらいであるんですけど、作業とかそういうのが中心になるよっていう方だったらこっちのサイズの方が全然いいのかなっていうのは思いますね。で、他にもこの高さ調整ができるタイプとかいろいろあるんで、そういうのが欲しいっていう方はそれにしてもいいかなって思いますね。ゼノみたいな感じの名前だったと思うんですわ。で、今僕椅子座ってるんですけど、まあ、これもめちゃくちゃええやつなんで、これはまた別で紹介しようかなって思います。という感じで、ゲーミングデスクは普通にゲームしなくてもめちゃくちゃ使いやすいです。だからめちゃくちゃおすすめします。という感じで、まあ、今日の動画はちょっと短いんですけど終わります。ありがとうございました。